ホードメゼーバーシャール兵は、ハンガリー、チョングラード県の都市。県とセゲドの北東、約2 5トル地点にあり、南部ハンガリー第4位の人口を持つ。市内オティサ川が流れる。市内からは、戦死時代の遺跡が見つかっている。15世紀に小さな村落が一つにされ、現在のホードメゼーバーシャール兵の前身となる町が、作られた。市場となった。 この町は1437年にはホードバーシャル兵と呼ばれていた。町はチョングラードからチャナドへ向かう道路に接しており、商売に有利な状況であった。中世の市場では家畜の売買が行われていた。1542年以降、ティサ川とドナウ川に挟まれた一帯はオスマン帝国領となった。ホードメゼーバーシャル兵を含むティサ川東部は、 トランシルバニア公国に従属していた。1552年のオスマン軍遠征で、チョングラードが征服され、1566年の攻撃で一体全体が荒廃した。以後150年間、トルコの占領下にあった。18世紀のラーコーチの独立戦争後、町は貴族カーロイ家の所有となった。1860年代のティサ川干拓で、 町周囲の湖や小川が干上がった。土地が生まれるにつれ人口が増加した。1873年に独立した自治体となり、この頃に産業革命が始まった。1890年には人口5万5千人を数えるハンガリー第四位の都市に成長した。20世紀初頭には市内に大きな建物や運河が築かれたが人口の約7割は 農業や畜産に従事していた。第一次世界大戦、世界恐慌で打撃を受けながらも、農業や課金の生産が行われてきたが、第二次世界大戦で、市は再び成長の機会を削がれた。1944年9月25日、ソ連軍がホードメゼーバーシャール兵に到達した。冬輸送は、市から脱出していった。戦後、1960年代後半に、 大規模工場が次々と設置され完全雇用が達成されるも市の産業状況が停滞していることは明らかだった。1980年代後半に政治的、経済的破綻のみが浮上した。1990年の民主化後、外へと目を向けた市は環境保護やインフラの整備に努めた。ヨーロッパ議会は市の取り組みを表彰した。現在、 ホードメゼーバーシャール兵は国内外旅行客がやってくる観光地である。ありがとうございます。